ありがとう。やっぱり今住んでいるところが白河市なので、そこの子供を通じてのお母さん方ですかね、ママ友のみんなに本当に感謝ですね。子供が幼稚園だったので、その幼稚園からそのまま持ち上がりで小学校、同じところに通うようになった小学校のお母さんたちが、幼稚園の時はそんなにこう話すような形ではなかったんですけど、小学校に上がってから、例えば311の日が来たりするとこう心配して連絡くれたりとか、やっぱコミュニティがなくなったのがすごく大きかったので、また新しい場所でもこうコミュニティができたっていうのがすごく支えになりましたね。もう双葉町小さいじゃないですか。もう小さい時からみんな知ってるから、改めて子供を通じて知り合わなくてもみんなこう顔見知りじゃないですか。だからママ友っていうまず響きがなんかピンとこなくて、結構その時私もこう落ち込んじゃって、保育参観とか行っても喋る人いないしとかって思ってたところに、すごいその話しかけてもらったりとか、あ、もうママ友なんてね、敬語とか使ったらダメなんだよみたいな、年とか関係ないからママ友はみたいな、もうみんな一列だからみたいなことを言ってくれて、その時にもすごい泣いたの覚えてますし、嬉しくて。震災当日はちょうど翌日がスポーツ少年団の卒団式だったんですよ。その卒団式の準備がやっと終わってクラブハウスに戻ってきた時に地震が起きたんですね。娘が町の体育館のすぐ裏の保育園に行ってたので、もう本当に地震が収まるか収まらないかのうちに、主人も同じ職場なので、主人がすぐもう保育園に走って、でも靴も何も履かないまま走って行って、で子供を抱っこして帰って戻ってきて、私の母親が、まあ、すぐ近くでまた働いていたので、本当に6号線をこうもう走って脱出して走って母親を迎えに行って、あと父親を家に迎えに行って、で家族が集まって、自分のアパートの駐車場がこう何もなかったんですよ。上とかも何もなし、周りも何もない場所だったので、ここが一番安心かもしれないということで、もう本当に一晩そこにいました。朝防災無線で何キロ圏内の人は出てくださいみたいなのがあったので、あ、なんかどうやら行かないとまずいみたいな雰囲気になってきたので、で浪江のその憩いの村っていうところも避難所になってて、そこに行った時に初めて今でこそ当たり前ですけど、防護服を着た人を初めてそこで見て、もうここダメです、ここもダメなんですって言われて、もっと外に何キロ圏外に出てくださいっていうようなことを言われて、その後浪江高校にもちょっと行ったんですよ。じゃあ浪江高校もここもダメですって言われて、でもっと行ってくださいって言われて行ったのが小高工業の体育館だったんですよね。12日のお昼ぐらいに行った時には、もう日赤の方とかが広島かどっかから来ていただいてて、うちの父親なんかは血圧の薬を必ず飲まなきゃいけないので、そういうのとかもいただいて、すごいありがたかったなって早いしありがたいと思って、すごい、そこの体育館はもう日赤の方もいらっしゃったし、布団とかおにぎりとかがもうすごい準備してあったんですよ。でお腹の方たちがこうみんなも持ってきてくれてて、炊き出しとかもやってくださってて、でじゃあここなら安心だねなんて言ってたら、車のテレビで建物が一つなくなってるみたいな、こう上と下にこう煙が上がる前と後みたいなのがこう流れて、体育館に戻った時に、まあ、主人と私父親に話したら、そんなわけないだろうみたいなことを言われたんですけど、ちょっと見てみてって言って、でその避難所に一つだけテレビがあって、そこの前に行ったら、いやこれはまずいとなって、もう行けるとこまで行くっ
って父親が判断して、でその後にその川又が双葉町のその避難所になってるっていうこと でいろんな人からそのまだ空いてるから川又来た方がいいよっていうことで川又にいたんですよね。川又にいる時に私アレルギーがひどくて、その薬ももちろん持ってこれなかったので飛び込みでクリニック入ったんですよ。それで今こういう事情でって保険証とか何もなくってって言ったら、その頃その無料とか何ももちろんない頃なのにお代大丈夫ですって言って薬いただけて、365日本当アレルギーの薬飲んでるぐらいひどかったので、すごいあれはありがたかったなって。とにかく私はその仕事がそのコミュニティを重視している仕事なので、そのコミュニティが崩壊してちょっとこう再開はもう難しいって思ってた時に、当時のその浜通りをこう統括している浜通り広域スポーツセンターっていうところの その先生が、私たちが知らないところでもこの役場に来て当時の担当課長とか教育長さんとかとお話ししてくれて再開できたので、その先生がいなかったら、その浜通り広域スポーツセンターの先生がいなかったら今多分本当にフレアクラブともうなくなっちゃってたと思うので、その先生にもすごい本当にありがとうございますですね。あとあれですよね、上田町のここのパークゴルフ協会の方、再開してから初めて担当したのがそのイベントで、そのきっかけをいただいたのもその上田のパークゴルフ協会の方たちだったので、で一緒にやりませんかっていうことでいただいて、それも本当にありがとうございますですね。ありがとう。